くじり金言大師、我々みたいになるなぁ。箱の中身は、なんじゃろな。今回はソマリアをも上回る失敗国家、イエメンの金言大師、についてやっぞ、ほらやっぞ。あのソマリアをも上回るってマジか。アメリカのシンクタンク FFP は、毎年失敗国家ランキングを発表しているのだが、国家が分裂し、実質的な無政府状態で、国連さえも手に負えなかったソマリアは、2019年度と2020年度においては第2位。1位はつまり。そう、今回紹介するイエメン共和国、だ。今回は史上最悪の失敗国家、とも言えるイエメンの歴史について見ていこう。まずはイエメンの位置から見ていこう。イエメンはアラビア半島の南端、北にサウジアラビア、東にオマーン、紅海を挟んでアフリカの角と呼ばれる地域とも古代から交流がある。ソマリアやエチオピアとも近いんだね。それは重要な地政学的ファクターだな。サウジアラビアが大きいので小さく見えるが、その面積は日本の 1.4 倍ほどもあり、人口は約2300万人ほどだ。イエメンの歴史は古い。紀元前5000年頃にはすでに人が住んでおり、紀元前11世紀には、サバー王国と呼ばれる大きな国が存在したと見られている。聖書に登場するシバの国とは、イエメンにあったサバー王国のことではないかと言われてもいるんだ。そんな昔から高度な文明が発達していた国なんだね。サバー王国には巨大なダムが作れるほどの技術力があったみたいだね。もしかしたらアラビア半島の急速な砂漠化が影響したのかもしれないが、サバー王国の人々は各地に移住し、植民地を作っていった。アラビア半島はもとより、アフリカの角と呼ばれる地域にも植民都市を建設し、航海の貿易を支配するようになる。紀元前3世紀頃になると内紛が起こり、サバー王国は分裂、しかし南アラビアの支配権はサバー人にあったと言える。その後ローマ帝国が台頭してくると、ローマからイエメン、そしてインドまでの交易ルートが確立され、香辛料貿易なども由来はこの交易にあったと言える。香辛料は当時からヨーロッパでは高価な品だったんだよね。香辛料が取れる地域は限定的な上に、需要は非常に高かったからな。この頃の交易の様子は、エリュトラー海案内記という書物に詳しい。イエメンは交易によって繁栄し、幸福のアラビア、と呼ばれていたようだ。それがどうして失敗国家になってしまったんだろうか。ちなみに、ローマ軍がアラビア半島を支配しようと侵攻してきたが、あの最強無敵のローマ軍を、イエメンの人々は撃退している。あの無敵のローマ軍をか。古代イエメンはそれだけ繁栄していたんだよ。しかしローマ軍撃退後、イエメンでは内紛が起こり、エチオピアにあったアクスム王朝の介入を招いてしまう。詳しくは、エチオピアの金言大師を見てね。この頃のイエメンにはユダヤ人も多く住んでいたようで、ローマ皇帝コンスタンティヌス2世の使いが来て、キリスト教を受容するように言われた際には、ユダヤ人の反発によってこれを拒否したという。イエメンでは伝統的に多神教が盛んで、一神教であるキリスト教が受け入れがたいという理由もあったみたいだけどね。紀元前6世紀になると、ユダヤ人の将軍サルヤタールが権力を握り、イエメン国内にいたキリスト教徒がこれに反発。東ローマ帝国と結んでイエメンを攻撃してしまう。その結果、イエメンにはキリスト教徒の王が誕生する。イエメンにキリスト教の王がいたとは。キリスト教自体中東で発生した宗教だからな。しかし東ローマ帝国の勢力の衰えとともに、イエメンはササン朝ペルシャの支配を受けるようになる。そして7世紀、ビッグインパクトであるイスラム教の波がイエメンを飲み込んだ。イスラム教の誕生は本当に大きかったね。イスラム教は武力的にも精神的にも強力で、この時期から南アラビアからは独自の文化が消え去り、イスラム文化一色となる。2020年現在、イエメンのほぼ10割の国民がイスラム教徒だ。そのことでもわかるように、その後のイエメンではずっとイスラム教国家による支配が続く。なお、15世紀頃には中国は明の皇帝である、永楽帝の命を受けた帝和が、イエメンに到着した記録が残っている。詳しくは、永楽帝を見てね。
16世紀には侵攻してきたオスマン帝国を撃退する活躍を見せるも、19世紀初頭にはエジプトの支配を受けることとなる。そして1839年、イエメンの都市アデンはイギリス艦隊の砲撃を受けてしまう。なぜイギリスが？イギリスは地中海を通ってエジプトにいたり、そこからインド、ひいては中国までの交易路を開拓しようとしていた。イエメンはエジプトとインドの中間点にあたるからな。結局南イエメンはイギリスの植民地となり、北イエメンはオスマン帝国によって占領されてしまう。なお、イギリスがイエメンを植民地にした後、エジプトでスエズ運河が開通し、その少し前にイギリスはインドを植民地にしている。詳しくはスエズ運河の開通を見てね。これによってイギリスは本国からインドまでの交易ルートを確保し、自国の工業製品を各地に輸出することが可能となった。さて、オスマン帝国の支配に反発した北イエメンでは、オスマン帝国に対する反乱が頻発し、20世紀初頭には自治が認められた。そして第一次世界大戦が始まると、オスマン帝国に反発するイエメンの人々は独立を宣言し、1918年にはイエメン王国が誕生した。なおこの時のイエメン王国は北イエメンのことで、イエメン南部は未だにイギリスの植民地であった。一次大戦後にオスマン帝国がなくなり、イエメン王国と隣国のサウジアラビア王国は、1934年よりサウジ・イエメン戦争を始める。そして1962年にクーデターが起こり、イエメン王国は瓦解、新たにイエメン・アラブ共和国が誕生したのであった。目まぐるしいな。イエメン王国の王家はサウジアラビアに亡命して亡命政権を樹立し、新たな共和国との戦争を始める。戦争ばっかりだ。人類の歴史は戦争ばっかりだ。亡命政権と共和国との戦いは1970年まで続く。この戦いは、北イエメン内戦、と呼ばれ、亡命政権をサウジアラビアやイギリス、イスラエルが、共和国をソ連とエジプトが支援した。結局北イエメンは共和国となり、北イエメンと南イエメンに分断されてしまう。一方の南イエメンは1967年にイギリスから独立していて、最重要都市であるアデンは南イエメンに属している。イギリスからはすんなり独立できたのかい？南イエメンは連邦制を採用していて、各首長はイギリスとズブズブだった。それに反抗する組織がいくつか存在していて、イギリス軍に対して武装蜂起をしていたんだ。1967年にエジプトのナセルがスエズ運河の国有化を宣言すると、イギリス軍は撤退することになり、反政府勢力が南イエメンを掌握、南イエメンはイエメン人民民主共和国となった。人民民主。その名の通り社会主義国家で、イエメン社会党の一党独裁体制だ。独裁なのに民主。言うまでもなく、背後にはソ連による支援がある。冷戦は、癒えない傷を世界中に残してしまったね。でも、イエメンは北も南もソ連の支援を受けているんだね。それでも基本的には敵対姿勢だったけどな。1972年に武力衝突が起こっているぐらいだ。国家間の武力衝突もあるが、1980年代には、南イエメン内戦も起こっていて、数千人の死傷者が出ている。仲良くできないもんかね。仲良くできないから失敗したんだよな。しかし1990年には北イエメンと南イエメンは合併し、イエメン共和国が誕生した。冷戦ももう末期だね。1980年代の後半に、北イエメンで油田が発見されたのも大きかったかもな。北と南は、石油メジャーであるエクソンの力も借りて、共同で石油開発に乗り出したんだ。そして1989年にはアデン合意に至り、1990年には統一イエメン共和国が誕生したわけだ。そういった背景もあり、イエメン共和国の大統領には北イエメンのサレハが、副大統領には南イエメンのベイドが就任することになる。何はともあれ、一緒になれてよかったね。話はそう、単純でもないんだよな。統一から4年後、旧南イエメンが再度独立を主張し始めたんだ。北側はこれを認めず、1994年、イエメン内戦が始まる。また内戦かよ。UFO やカエサルみたいに、
内戦を収束させる英雄も世界史にはいるが、大部分の地域では英雄不在で、なかなか内戦が終わらない場合の方が多いからね。カエサルとかリンカーンって本当にすごかったんだな。リンカーンがいなかったら、アメリカも南北に分裂したままだったかもね。さて、北イエメンは、合併する前から独裁国家だった。アリー、アブドッザー、サレハ。北イエメンことイエメン、アラブ共和国の大統領を、1978年から1990年まで務め、そのままイエメン共和国の初代大統領になった人物だ。すでに16年間も大統領職にいるのか。アメリカは、初代大統領ワシントンが大統領職を2期までにしたため、フランクリン、ルーズベルトを除けば、参戦した大統領は存在していない。それゆえに独裁者が出ずに済み、そして国家は成長し続けた。イエメンはそうではなかった。サレハはこの後、2012年まで大統領職にしがみつくことになる。北イエメンから数えると、34年間か。ただ、イエメンに関しては、サレハが大統領だった時代から失敗国家ランキングにランクインしていたが、サレハが大統領で亡くなってから順位を上げていき、2019年にはついに1位になってしまった。独裁者がいなくなってさらに悪化したのか。サレハは独裁者らしく自身に反抗的な人間たちはしっかり処刑していたし、一党独裁体制を敷いていた。独裁者ってどれも似たようなことになるな。ソ連の弱体化により、南イエメンも行き詰まり、北イエメンに吸収される形で統合したが、南イエメンも我慢の限界になったのだろう。しかしサレハはわずか2ヶ月で内戦を鎮圧し、1997年には陸軍元帥の座につき、その独裁体制を強めていった。力こそパワー。イエメン国内にはサレハの肖像画や壁画が無数に作られ、各地にはサレハの名前を付けたモスクが次々建てられたという。スターリンや毛沢東を真似たのかな。20世紀の独裁者は大体そのあたりを真似ているんだろうね。16歳未満の女性の結婚を違法としたリビアのカダフィと違って、サレハには人権という意識はなかったようだ。詳しくは、カダフィを見てね。イエメンでは女児の結婚の最低年齢が法律では定められておらず、幼年結婚が頻繁に行われている。ひどい話だ。10歳に満たない女の子が、50歳を超えた男と結婚させられる例も多いみたいだよ。ちなみに2009年には17歳未満の結婚を禁止する法案が議会に提出されたが、保守派によって不成立にさせられた。本当に失敗している国家だな。世界最悪の失敗国家だからな。世界経済フォーラムの調査によれば、男女格差ランキングにおいて、イエメンはワースト1位となっている。ここでもワーストなのかよ。ちなみに、2007年時点でのイエメンの失業率は 40% 超え、サレハ一族の悪口を言ったら厳罰に処される。ジョージ・オーウェルの書いたディストピアよりもひどい。ただ、ある意味イエメンにはそれ以上とさえ言えるほどの大きな問題があった。大きな問題？宗教の違いだ。あれ、イエメンってほとんどがイスラム教徒なんじゃないの？宗教というより、宗派の違いと言った方が良いのかもしれない。キリスト教を大きく分けると正教、ローマカトリック、プロテスタントの3つに分かれることは知られているが、イスラム教も大きく分けるとスンニ派とシーア派に分かれると言える。両派は、預言者、についての考えが違い、ムハンマドの娘婿であるアリーの子孫のみを、預言者、とみなすかどうかが大きく違う。詳しくは、カルバラーの悲劇、を見てね。現在イエメンではスンニ派とシーア派の数は拮抗しており、ややスンニ派が多いといった感じだ。キリスト教は異教よりも異端に厳しいことは何度か触れてきたが、スンニ派とシーア派も争うと生産になっていく。世界的に見ると、スンニ派の代表は聖地であるメッカやメディナを領内に持つサウジアラビアで、イランなどはシーア派の国だと言える。イエメンではかなり昔からシーア派が力を持っていて、西暦740年に、ザイドという人物が、預言者の子孫を殺したウマイヤ朝に反乱している。ザイドはウマイヤ朝に敗れて処刑されたが、ザイドの意志を継ぐ者たちによってザイド派が形成され、現在でも脈々と続いている。
イエメンの歴代王朝はこのザイド派であったといえ、王政が崩壊した後にも大きな力を持っていた。そしてザイド派は、風刺、と呼ばれる武装組織を形成し、イエメン政府に断続的な攻撃を仕掛けたのである。そのような状態で2011年、大事件が起こる。アラブの春。2011年、チュニジアに端を発したその動きは、ドミノ倒しのように中東各地に広まっていった。チュニジアではベンアリ大統領が追放され、エジプトでもムバラク政権が倒れた。イエメンでも反サレハデモが各地で起こるようになり、イエメン騒乱、と呼ばれる状態に突入する。サレハはこれらのデモを武力で弾圧するが、大統領宮殿は砲撃され、サレハも重傷を負う。デモの参加者強すぎないか。その点に関してはスルーする。ある集団によって大統領の公式サイトが閉鎖されたり、この事件にはかなり深い闇が存在しているからな。ある存在がアラブの春を支援していた可能性もあり、現段階では確証的に何かを言えるような状態でもない。サレハはサウジアラビアに亡命し、副大統領ハーディが新たな大統領となった。しかし事態は収まらない。国民はサレハに対する訴追を望んだのだ。サレハはその後アメリカに逃げ、テレビ演説で国民に対して謝罪をしたが、2017年にはザイド派で形成される武装組織、風刺によって殺害されてしまう。なお、この2011年にイエメン初のノーベル賞受賞者が出る。何賞だい？平和賞だ。タワックル、カルマンという女性で、イエメンで平和的なデモを主導したんだそうだ。ちなみにだが、ノーベル平和賞にはかつてムッソリーニやスターリンもノミネートされたことがあり、チャーチルやマザー、テレサも受賞している。詳しくは、マザー、テレサ、チャーチル、を見てね。さて、お察しの通り、イエメンの情勢はここからさらに悪化の一途をたどる。2015年、ザイド派武装組織風刺がクーデターを起こし、イエメン共和国政府は崩壊した。崩壊にまで至ったのか。サレハが去った後、イエメン政府は弱体化したからな。風刺によるクーデターによって、イエメン内戦が始まってしまった。また内戦か。歴史上、他国との戦争よりも、内戦の方が悲惨になることが多いな。他国との戦いは引き際があるもんね。内戦は下手するとどちらかが滅びるまで戦うからな。さらに現代戦争では、他国の利益などが内戦に絡むようになって、さらに悲惨になる。イエメン内戦で言えば、政府の側をサウジアラビアが支援し、風刺の側をイランが支援したことで泥沼化した。スンニ派対シーア派の構造になってしまったわけか。親米対反米の戦いとも言えるな。政府側はサウジアラビアや UAE の支援によりイエメン各地を空爆、激しい内戦の結果、600万もの人々が飢餓状態となり、数えきれない人々が家を失った。戦争は泥沼化し、風刺はサウジアラビアの空軍基地に弾道ミサイルを発射した。どうやって収まりをつけるんだ、この戦争は。2017年にはついに国民の半分が浄水された水を入手することができなくなり、イエメンではコレラが大流行してしまう。21世紀になってコレラが大流行か。コレラは衛生面の悪さが原因でなる伝染病らしいからな。国連世界食糧計画によれば、イエメンでは1400万人以上が飢餓状態に直面し、その半数が重大な危機を迎えているという。2020年現在でも、イエメンは内戦状態にある。冒頭でも述べた通り、2019年と2020年において、イエメンは失敗国家ランキング第1位になってしまった。果たして何がイエメンをそうさせてしまったのか、その答えを出すのは容易ではない。冷戦か、独裁か、はたまた宗派の違いか。アラブの春、という名称には違和感がある。西洋諸国から見れば、自己に都合の悪い政権が次々と倒れた春なのかもしれないが、イエメンをはじめ、壊滅的なことになった国も存在している。イエメンの状況は果たして春なのだろうか。甚だ疑問である。といったところで今回の動画は終了だ。チャンネル登録して、次の動画も見てくれよな。チャンネル登録していってね。